はははい皆様ここんんんにちはこんばんはヒロです、えー、先日アメリカの経済景気とかですねお話を上げさせていただいてその後にハイエンドなギターということもちょっとお話を上げさせていただいて。 まあ何て言いますかねまあ世の中のインフレに関することだと思うんですけどいろいろなことでちょっと値段がねこう上がってるじゃないですか高騰してるということでその一方でいやこの話をあんまりやるとまたねあの視聴者の皆さんからですねいやその話はやめた方がいいですよとかですね来るかもしれませんしあの、えー、来るかもしれませんしもしくはまたいやいや聞きたいもっと聞きたいっていうコメントが来るかもしれませんしなのであの一応ね あ,のある特定の分野をこうちょっと言うということはちょっと避けたいと思います。その何て言いますかね、受け取り方によってネガティブになりそうなところはちょっと避けたいと思いますが、えーまあ、そういったことでちょっと先日ね、お話しさせていただいて、この話、ギターのお話と、それからアメリカ経済の話、これもまあ消費というもので考えると、話はつながってくるのかなと思ってます。そんな中で 最近思うのがです、ね、やっぱり価格が本当と二極化してましてこのアメリカですね日本も多分そうじゃないかなと思うんですけど、えー、何かと言いますと要はまあ値段がすごく上がっちゃったところそのちょっとやそっとじゃなくてですねもうはっきり言ってこの値段は正しいのかとは、まあ、先日ちょっとねジュースのソーダのお話をしましたけどもああいう風にですねもう値段がなんか3倍4倍になっちゃってるみたいなガーンっていう値段のもの がある一方で例えば、本当に値上げ幅をすごくこう抑えてもう10%未満5%、10%もしくはうちは頑張ってこのまま行くんだみたいなところの大体この二極化してきたなっていう感じがしてますでその値段が上がることに関して別にねそれが悪いとかいいとかそういう話をしているわけではありません。 えー、そこはちょっと誤解のないように、えー、ご理解いただきたいんですけど今日は何が言いたいかと言いますとアメリカにおいてギターの価格ですね、まあ、そこを今日は話しましょう、えー、日本のですね、えー、先日の動画 ハイエンドギター、ハイエンド機についてという動画の中で、まあ、コメントも皆さんからたくさんいただいてで私、まあ、最初の方にねちょっとお話しさせていただいたんですがハイエンド機って言ってもその人によってハイエンド機の定義が違うじゃないかと、まあ、値段がね関係しているのかなと思うんですけどで、まあ、それで非常に 日本でのギターの値段が上がってると。それは日本メーカーに限らず、まあ、ギブソンだったり、フェンダーだったり、いろいろなピアレスとかね、もう本当に、いわゆる日本資本じゃない、外国、まあ、アメリカのギターメーカーさんの値段がすごい上がってるっていう話を聞いて、正直びっくりしておるんですけども。 まあそれは昨年私が11月ですね日本にちょっとお邪魔させていただいて日本に行ってですねその時に実際に楽器店に行って値段の高さに驚きました。<laughs> というのがですねアメリカにおいてギターの値段ってそんなに上がってないんですよ。 そもちろん、一時ね、物がなくなったことで、そのなんて言いますかね、需要と供給のバランスによって、値段がちょっと上がっちゃったっていうのは確かにあるんです。例えば中古ギター、通常、例えばですよ、大体いい300ドルぐらいのギターが、なんか450ドルぐらいになっちゃったみたいな、それはもちろんあるんです。それはやっぱりみんなが欲しいと思うから、やっぱり値段が上がったっていうだけで、でそれも1年ぐらいですかね、1年、1年半ぐらいで、まあ、供給がもうバランスが取れちゃって、もし ましてや中古ギターの弾数がアメリカがんがン増えてきたもこともあって値段は元に戻ってますですのでまあ中古に限らず新品もですね本当値段上がってないんですよ例えばそうですねまあ相変わらず、えー、アイパニーズさんっていうのは非常にねリーズナブルな価格でギターを提供してくださってますし RG シリーズとかですね <laughs> あのもう1000ドル超えるようなプレスティージとかはちょっとさておきですね あれは非常に高くて私もびっくりなんですけどいわゆるアメリカで販売している RG シリーズですねインドネシア製のギター RG シリーズは、まあ、非常にリズズナブルな価格で提供してくださってますしギブソンとかですねあとフェンダー USA においても値段がそんなに2000ドル超えるようなものあまあギブソンは超えますけども、まあ、それはもともとギブソンレスポールっていうのはだいたい2500ドルぐらいの前後のギターなんですけど新品でですね、まあ、そこから 値段が上がったって言ってもそうですねまあ、200ドルくらい上がりましたかねですので、まあ、2500ドルの200ドルってことはまあ5%弱くらいですか、まあ、5%ぐらいの値上げ上がっても10%ぐらいの値上げでギブソンさん頑張ってくれてますで値段が上がることで当然消費が落ちるっていうこともあると思うんですけどもギブソン社のいいところはですねあの今日ちょっとギブソン持ち上げてるわけじゃないんですけど定期的にこう ありますよ、ね、こう、イベントで、こう、例えば、なんとかホリデーとかで、ホリデーシーズンになると、まあ、販売商戦が、こう、わーって盛り上がることもあって、値段を下げてくれるんですけど、ギブソン社がですね、そのお店がじゃなくて、ギブソン社自らがプロモーションを打ってくれてですね、例えば、まあ、えー、まあ、プレジデントでセールとかですね、クリスマスセールとかですね、ああいう時に、 2500ドルするギターを500ドルオフのディール出してくれるんですよギブソン社そのものが当然それに関わるその先の正規代理店さんギターセンターさんとかねああいうところも当然価格が反映されまして500ドルバーンと下がるんですよそうするとまあ値上げを少し200ドルぐらいしたと言いつつも定期的にそうやって値下げしてプロモーションもしてくれるとなると まあ、実質的には値段上がってないんじゃないかなと多少ねこうブクブクはありますけども、まあ、平均的に23002500ぐらいの価格に抑えてくださっていると非常にありがたいんですねでフェンダー USA においても2000ドル超えるのギターは私は、まあ、もちろんねカスタムだなんだっていうのさて大きいですよカスタムっちゅうのはもう,もう上限がないんでねあれなんですけど一般的にフェンダー USA いわゆるそのフェンダーのコロナカルフォルニア工場で作ったギターは えー、いくらですかね、1500だったら多分買えるんじゃないかな、新品でも1700ぐらいするのかな、中古になると球数も多いですから、例えば1100、1000ドル、1100、1200ぐらいでほとんど綺麗な、本当にすごく備品といわれる状態のフェンダー USS ストラップキャスター、ケース付きの、ね、ものも手に入りますし、その辺はですね、フェンダーさんもそんな変なことしないんですね、<laughs> だと思ってます。 でただ、日本から来るメイドインジャパンのフェンダーだけが値段が高いと、もうほとんどですね、USA の価格にこうちょっと逼迫してまして、なんでだろうなって思うんですね。で、これは100%私の試験なんですけど、日本のギター、メイドインジャパンのギターがアメリカでもてはやされた理由は、値段が安いわりに品質が素晴らしいからなんですよ。これは日本車と同じなんですね、車。あの車と一緒です。 車で例えば、あのーまあ、言ってもいいと思うんですけどね別に悪口でも何でもないので具体的に言いますと例えばトヨタの車トヨタさんの車はすごく品質いいんですよけど値段は非常にリーズナブルなんですよ他の GM フォードクライスラークライスラーはあれですけどちょっと GM フォードと同じぐらいの値段でこう出てるわけですよ下手したらそれよりも安かったりとかして。 なのに品質は超素晴らしいのにプライスはここだとなるとそりゃすごいバリューだなっていうことで人気がバーって爆発したんですよ、まあ、それは多分ね私もギターも一緒だと思います私がメイドインジャパンの日本のギターを好んでいる理由はやっぱりお値段が非常にリーズナブルにもかかわらず品質が高いから それってすごく大きなファクターだと私は思ってるんですねでなので1990年代1980年代特にえ特にフェルナンデスのギターがそうですよねあのフェルナンデスっていうメーカーさんは基本あのファブレスですから全て生産委託で外にこうね作って。 生産を依頼しているところなんですけどもでその作ってる先が例えば藤ゲンさんだったりダイナさんだったりとかですね非常にそういうレベルの高い会社さんが作ってくれてるしかも日本で作ってるっていうことで信じられないぐらいにですね例えばフェルナンデスの当時の80年代90年代のギターですよ5万5千円とかで日本製なんですよね。だそういうういいギギタターーががあっってて5万5千のギターなのののなにこのクオリティっていうのが このいい意味でのこのギャップがく心くすぐったんですよそれがこのアメリカにおけるメイドインジャパンの MIJ というねギターの,その盛り上がってる理由なんです高い MIJ は聞いて人気ないです あの高いい MIJ は,、ね MI はね、誰も買わないんですよでこちらで今その、まあ、ブームというかね人気があるメイドインジャパンのギターっていうのは全部80年代90年代です。新しいギター2000年以降のギターで、えー、受けてるっていうのはまず聞いたことないですねごめんなさい。 でギターセンターにも並んでません。ギターセンターでやっぱり日本製のメイドインジャパン来たって言って盛り上がってるのはほぼ80年代、90年代ですね。で、それ以降のものっていうのはまあ全く全くというか全然聞きませんし、それがやっぱりこちらでね、受けてる理由じゃないかなと思います。アメリカっていうのは基本的に自分の国、自国が好きなんですね。自分の国の製品が好きで、まあ、バイアメリカンっていう言葉があったようにですね、非常に好きで。なので、アメリカのメーカー、例えばギブソン、フェンダー、ジャクソン、 えまあそういったメーカーありますよね。他にもいっぱいありますけど。なのでそういった価格、メーカーと同等の価格でメイドインジャパンとかで来ても、それほどウケないんですよ。<laughs> なお、ましてや、ましてや、値段がギブソンよりも高いレスポールコピーが出るとか、えー、他のフェンダータイプが出るとかっていうのは、正直言ってちょっとよくわからんっていうのが正直なところです。だったらフェンダーカうだろうギブソンカうだろうっていうのがアメリカ人の発想だと僕は思ってますので。 まあ私もこちらにいてアメリカにいてちょっと感覚的にそうなっちゃってる部分があってだと思うんですけどえ日本のメーカーのギターがちょっとその辺よりも高くなっちゃうまあ先日のねハイエンド機のお話になっちゃうんですけど高ければいいっていうもんじゃなくてそこにどうもですねやっぱりちょっと引っかかっちゃうんですよ。これは私のね100%個人的な意見ではございますが実際に周りでえ音楽仲間というかですねそういう接する人たちとの話を聞いてても同じようなことをみんな言います。 日本製ギター、品質が高いのにこの価格なのかっていうところが受けてるんだと私は思ってます。はいということで、まあ結局ね、ギターのお話がしたかったってことなんですけど、その経済云々ではなくね、実際にアメリカにおいてギターの価格は値段は上がってません。ほとんど上がってないです。もう上がってないと言って,生きていいと思います。全然上がってないです。えー、ここ何年でしょう、えー、いわゆる物価が急激に2倍、3倍になっちゃったって、ここ数年、 だと思うんですよ、まあ。タイミング的にコロナっていうことになりますけどここ34年の話じゃないかなと思うんですがアメリカにおけるその、まあ、ギターセンターを中心とした、えー、大手楽器店ですねの価格っていうのは私の知る限りここ5年変わってないです、えー、コロナ前コロナ後同じレベルですねはい。 で非常にそういう意味では非常にアメリカはいい国だなと思います。変なお家ですけどもえ。ぜひですね、一度こうアメリカに来られることがあれば、ぜひですね、ギターセンター、覗いてみてください。まあ、ギターセンター、私、好きっていうのはもちろんありますよ。けども、えー、ギターセンターっていうのは割、ギターセンターって割と大都市に行けば大体ありますので、でしかも店員さんもそんなにね、ガン,ガンこう売り込んできませんから、まあ、ほとんど聞いてきませんから、まあ、気楽にプラッと入るにはいい。 あの店だと思いますのでいいいてみてみくださいということで今日はアメリカのですねギターの価格の現状ですねについてお話をさせていただきましたえ最後まで見ていただきどうもありがとうございます是非チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いしますそれから各種 SNSTwitter と Instagram の方もやっておりますのでよろしければフォローの方お願いしますでしたババイバイ